研究。研究、研究、リサーチとは、ある特定の物事について、人間の知識を集めて考察し、実験、観察、調査などを通して調べて、その物事についての事実を深く追求する一連の過程のことある。語義としては、研ぎ澄まし極めることの意。研究と称される行為の目的は、多種多様であり、 自命に求められる成果は目的によって異なる。学術的な研究の目的は突き詰めれば新しい事実や解釈の発見である。それゆえ研究の推行者は得られた研究成果が新しい事実や解釈の発見であることを証明するために、それが先行研究によってまだ解明されていないこと、新規性も示す必要がある。また自身の研究成果が 新しい発見であることを他の研究者によって認めてもらうためには、学会や作読付き論文などにおいて、研究成果を公表しなければならない。もしどんなに優れた研究成果が得られても、それが他の研究者によってすでに明らかにされていたとすれば、制度の良し悪し、方法、条件、解釈等に差異がない場合には原則として、その研究は無価値に等しいとされる可能性がある。 逆に言えば、これらに違いがあれば素人目には同じに見えるかもしれない。極む成果いずれもが新規な成果として評価される場合もある。例えば原子分解能での物質の測定は、電子顕微鏡でも、操作型トンネル顕微鏡でも、原子間力顕微鏡でも達成されているが、いずれの研究も極めて高い評価を得ている。また、誰にも知られず埋没していた研究と同じ成果が、 誰かに再発見されることによって、その分野の研究に大きく貢献したり、評価されたりすることはある。代表例として、メンデルの法則やガロア理論などがある。また、ほぼ同時に、同じ研究成果を上げたり、あるいは異なる分野で独立に研究されていたものが、後に同じ研究成果であると判明した場合など、独立して研究がなされたとみなされる場合も、同様である。逆に、 たとえ先行研究であっても、例えば研究会のみで発表して、論文として発表してなかった場合、あるいは発表が遅れた場合などは、その研究が先行した研究と認知されない場合も、ある代表例として、内山達夫のゲージ理論などがある。研究の分類は多種多様であり、厳密に区分することはできないが、大まかな分類には以下のようなものがある。研究を 作業工程という観点から考えた場合、基礎研究、応用研究の別によらず、大雑把に言えば、研究とは、仮説の構築と、その検証、再評価の延々たる繰り返しである。一つの研究に着目して考えると、一つの研究の各段階は、おおむね、計画、実行、評価の流れで見ることができ、より詳しくは、 以下の要素からなっていると考えることができる。このように研究の過程が構造化されていることは、研究結果の公表物であるところの論文が、イムラットのように構造化されているのとよく似ている。しかしながら、論文におけるイムラットのような略称は、今のところない。高等学校向けの理科の検定教科書の課題研究の講や、各大学の学生実験の指導書等、 研究の初心者あるいはそれ未満のレベルの人を対象とした人向けの教育過程では研究の過程としてのループを何度か繰り返した後に至るなどといった極めてオーソドックスな流れを解説している。ただし、理科の検定教科書間でも記述に若干の違いがあり、執筆者の個性が伺われる。ただし、どの教科書においても概ね要素として挙げているものは上野で尽きている。 問題は一部の要素が結合されていたり、省略されていたり、より細分化されていたり、ループさせる、させないの違いだけである。特に得られた結果と実際の予想度が大きく食い違うことは、課題研究や学生実験では起こりにくく、また、そのような変則的、実際には変則でない方がおかしいのだが、なちたいに対できるレベルは、意外に高いという考えから、 研究結果をフィードバックさせるというトレーニングをするか、否かに大きな違いが現れる。また、タイは学生実験や高等学校の課題研究レベルでは問題になることがほとんど全くなく、検定教科書には解説されていない。これらの要素をどのようにつなげるのか、どのように偶然的な要素や目標の現実とのズレを実際の研究計画にフィードバックするのかは、 研究者の腕や個性、場合によっては価値観や感性に関わってくる問題である。その意味では、必ずしも、実際の研究の現場では、必ずしも、各要素を直線的に実行する、のルーを何度か繰り返した後、に至るといった具合に、わけではなく、そうあるべきとも限らない。また、プライオリティがものを言う、研究の世界では、極端な場合過去のデータを見て、 突然ひらめいてそのまま発表するといった、のような話や、の過程を省略し、単なる実験結果の羅列を報告するケースなど、ショートカットや省略が多々あるとされる。また、偶然の発見の決定的な証拠が取れた場合、再現実験を何度か行いながら、同時並行的に、それを、どのような文脈に置くのかを検討するような流れ、つまり、のようなこともよくあるとされる。さらに、 通常はの段階でテーマの分割、整理統合が行われる場合がよくある。優れた研究者の中には、との間の往復にほとんどに労力を突き込み、ある程度の結果がたまったところで、に至るものもある。また、実験計画の立案や実験のみを行う人、考察のみを行う人のように分業体制で研究を行っているところもある。実験系の場合には、装置の開発や、 材料の生成の部分のみで、学士、修士、博士の学位が与えられ、場合によっては、ノーベル賞クラスの評価が与えられることもある。一見、装置の開発や、材料の生成の部分のみを行うことはの、段階にのみに留まっているように見えるが、装置の開発や、材料の生成という問題自体を一つの課題として、考えればね、上の要素に還元できる場合がほとんどである。 研究に求められる倫理、5、おさむき。